こんにちはヤニックですすいいつも動画をごご覧くださりありあがとうございます、えー、今回はですね、えー、ネットを見ていると時々見かける、ハワイのご飯は高いばかりで美味しくないという意見を、まあ、時々見かけたりするんですけども、僕はですね、2014年から毎年3週間の長期滞在を続けていて、これまで100泊以上は滞在してきましたし、 100店以上の店で食事をしてきたんですが、き、まあ、今日はその点について、本当にハワイのご飯は高いばかりで美味しくないのかというところですね、まあ、僕の主観的な感想になってしまうんですが、まあ、話していこうかなと思ってます。で、最初に言っておくとですね、まあ僕、毎年足しげく通ってるくらいなので、ハワイが大好きですし、ハワイで食べるご飯も大好きです。はい まあでもねネットで見かけるハワイのご飯は高いばかりで美味しくないまあその意見分からなくもないなぁと思うんですね確かにそうだなとも思いますまあ冷静になって考えればこのレベルの味だったら日本でもザラにあるしわざわざ高いハワイで食べる必要ってあるのかってまあ冷静になると思うこともあるんですが例えばですけどもまあ某店のですねまあ某店のパンケーキなんかはですねまあ15ドルぐらいしてまあ飲み物も頼んでチップ と税金を込みで払うとだい、ま、た、あ、い2500円ぐらいになったりするんですけども日本円で2 4四0 0円ぐらいになるのかなでそれで何が出てくるかというと出てくる品物はですね、まあ、武骨に盛られたパンケーキの上にですね、まあ、トッピングがまあちょろっと乗っかってる程度のものでドリンクとセットで頼むとお得になるわけでもないですね日本はよくドリンクセットって言ってお得になることは多いですけどもまあ綺麗に盛り付けられて目を引くわけでもない ようなものがが出てくるんですが日本でこのレベルのパンケーキがですね、まあ、2500円で出てきたらこれ相当やばい店だと正直思うんですけどもまあそういうのを見るとまあ本音で言えばですね僕も本音で言えば日本の方が安くて美味しいものがたくさんあると思っていますこれは間違いないと思います絶対にご飯は日本の方が美味しいですそして安いですね日本はバラエティーも豊富ですから各県ごとに名産特産品もありますし メニューも種類も多いですし山の幸海の幸ね本当に多種多様の食があるので日本っていうのは本当に素晴らしい食事ができる場所だとは思っています、えー、じゃあ逆にですね日本よりハワイの方が美味しいなぁと僕は個人的に思うのは肉とポテトなんですねうんまあもちろん日本にも美味しいステーキ屋さんっていうのはあるとは思うんですけどもこう大きくてこう旨みが凝縮されてこう弾力がある赤身肉を あんだけ美味しく食べさせるのはアメリカの方が上なんじゃないかなとやっぱ思いますね。あとフレンチフライは日本で美味しい店ってほとんど僕当たったことないんですけどハワイはねどこの店で食べてもフレンチフライは美味しいですね。本当に美味しいです。日本人が米にこだわるのと同じぐらいアメリカ人はポテトにこだわってるんだと僕は思うんですけどなのでハワイでハンバーガーを食べるともう断然日本より美味しいと思います。めちゃくちゃハワイのハンバーガーは美味しい。 で、あと、ハワイは海に囲まれているので、まあ、魚も美味しかったりするんですけども、それは日本も同じなので、特別ハワイが日本より美味しいとは僕は思わないですね。まあ、なので、特別美味しく感じるのは肉とフレンチフライで、それ以外だとやっぱ日本のが美味しいなと思うことが多くて、さらに物価が高いですから、ハワイはね、あとチップもありますし、あと為替の影響でね、もっと高くなっちゃうこともあるので、ハワイのご飯は値段ばかり高くて、大して美味しくないという感想を抱く人がいるのは、 まあその通りで間違いないと僕もそう思っています。うん。じゃあなんでヤニックお前は毎年足しげくハワイに通ってんだと思うかもしれませんが、まあ、ここで書いたのはあくまで味と値段だけを見ただけ、見た時の話であって、ハワイには日本でないもので溢れてるんですね。で、僕はその日本にないものを求めて、毎年足しげく通っているわけです。 確かにアジアお得感だけで見れば日本の方が上だと思うことはありますがハワイはですね日本とも違って寒くもないですし暑くもないですしまあ直射日光を浴びれば暑いんですけども日陰に入れば涼しいですからねあとは店の中入れば涼しいですし湿気も全くなくてカラッとしてて気持ちいいですしとにかくですねそこにいるだけで幸せな気分になれる場所なんですね。 ハワイっていうのはそこにいるだけで幸せなんです。何もしなくても。で、そういったそこにいるだけで幸せなハワイで、こう、暖かく優しく乾いた風に撫でられながら、アウトサイドやなんかで食べる食事の美味しさったらないんですね。これが本当に美味しいんです。何気ないコーヒーとホットドッグなのに、こう朝一番でこう海を眺めながら食べるその美味しさったらないんですよね。あの美味しさは本当に格別です。例えるなら、キャンプ場や山で飲む。 登山中に飲むインスタントコーヒーやカップラーメンがやたら美味しく感じるのと同じなんですね。キャンプ場で飲むなんか単なるインスタントコーヒーがめちゃくちゃ美味しく感じたりしますよね。ハワイって常にそういう感じなんですよ。で、気候がいいからっていうだけで美味しく感じますし、気候以外にもやっぱ風景がめちゃくちゃいいです。雄大なダイヤモンドヘッド、こう雄大な山と海を一緒に眺めながら、日本でなかなかないですよね。山と海を一緒に眺めながら、 さらに最高の気候で食事ができるような店っていうのは僕は日本で見たことがないです。まあもしかしたらあるのかもしれませんが僕は知らないですね。あるとしてもかなり日本では珍しいんじゃないかと思います。そんな店がゴロゴロ存在するのがハワイなんですね。あちこちにあります。もう当たり前のようにありますね。仮にそういう最高の風景で最高の気候で食事ができる店が日本にあったとしても、 日本ではすぐに評判になってしまって人がめちゃくちゃ集まってしまいますね。で店内も人があふれえって休日になれば何時にそういう店は客同士ギクシャクしたりして嫌な気分を感じる時もありますがハワイはそういう最高の風景最高の気候のお店があちらこちらにあるので店さえ選べば人混みに悩まされることはないんですね。 もう終始優雅でリラックスした食事の時間が堪能できますそこがハワイがやっぱりいいなと思うところですねもしですね食事の質が味だけで決まるものなど,ものなどだとしたら僕は日本でしか食べません僕は味値段質バラエティーやっぱ日本が最高だと思っています日本の食事はやっぱり美味しいと思います東京のミュシェランガイドは世界一星が多いって言われるのがやっぱ分かりますよね でもね僕は味だけでやっぱ判断したくないんですね食事というのはその時間もありますからその時間がいかに気持ちよく過ごせるかというのも評価の一つに入れたいんですねでハワイっていうのはその時間の評価がすごく高いんですそこで過ごす時間の評価がすごく高いんですハワイの食事は雰囲気や気候も合わさった総合的な体験だと僕は思ってるんですねだからハワイの食事は素晴らしい体験なんです ハワイの食事はお腹を満たすだけの行為ではないんですね。お腹を満たすだけだったら別にね、日本でいいわけですよ。わざわざハワイに行かなくても。違うんです。最高の時間も体験しに行きたいんです。僕は。最高の体験をこ、えー、しに行く行為なんですね。ハワイに食事に行くっていうこと。だから僕はハワイでの食事は最高だと思っています。また少し違う面で見ると、新しい味に出会えるワクワク感というのもありますよね。 まあこれはハワイに限らず海外全般に言えることですが海外旅行に行けば日本にはないグルメがたくさんありますそれはもう美味しいとかまずいという低次元の話じゃないんですね知的好奇心を満たしたいとか新しい体験をしたいとかなんかワクワクドキドキしたいというそういう美味しさとはまたかけ離れた欲求なんですよね全く別なんですよね 日本では全く味わうことができないワクワクする体験を体験しに僕は海外でお金を使ってご飯を食べてるんです特にハワイには日本にはないような料理がたくさんありますし日本にもハワイ料理のお店エッグスンシングスですとかアロハテーブルですとかねクワアイナですとか日本にもハワイのお店はあるんですが何でしょうねこれうまく言えないんですけども日本人が作ったハワイのご飯 日本で食べれるハワイのご飯と向こうの人が作った向こうのご飯っていうのは趣が全く違うんですね。まあそういうのも体験するのは僕は楽しいなと思うので、まあ今趣が違うとかなりあの柔らかく言いましたが、悪く言えば結構まあ大雑把でざっくりした料理ができるんですが、またそれが楽しいんですね。日本はね、常に何かこうしっかりしてるんで、ちゃんとしたものが出てきて、まあそれはそれでいいんですが、まあたまにはこのちゃんとしたものを崩してほしいっていうこう欲求もあるわけじゃないですか。 そういった崩れたものが出てくると、うわ、やっぱいいなとかね。楽しいなって僕は思うんですけども。うん。あと、ありえぐありえないぐらい大きなケーキとか出てきたりとかね。ありえないぐらい甘い何かが出てきたりとかすると、まあ確かに甘いなと思うんですけども。まあそれはまあそれでまた新感覚の体験ですから。ありえないぐらい甘いけどなんか楽しいなっていう体験になりますから、そういう食事は楽しいなと思いますね。はい。まあというわけでいろいろ語ってきましたが、 食事を味だけで判断する人には、僕はハワイは向いていないと思います。日本の方が安くて美味しいものがたくさんあると思うので、国内を回った方が絶対楽しいと思います。味だけで本当に判断される方はですね。うん。これ別に嫌味で言ってるわけじゃなくて、僕は事実だと思ってるので、それは。本当にそうした方がいいと思います。あの、ハワイに行ってもなんか、ただただ高いばっかりで、日本の方が全然美味しいじゃないかって思うだけで嫌な思いするだけなので、僕はそういう人は本当に向いてないと思います。 まあでも職場食事は味だけじゃなくてこう気持ちを盛り上げてくれるような時に気持ちを癒してくれるような総合的な体験そこで過ごす時間も重要な要素なんだよって考えてるような方素敵な時間という評価軸で、えー、お店を判断できる人にはハワイはおすすめです確かに味は日本の方が美味しいかもしれませんがそれよりも勝るものが本当にたくさんありますたくさんありすぎて 大好きになります <laughs> 僕はそういうのが大好きなんでハワイに行くんですけども本当にあのハワイの乾いた風に吹かれながら食べるご飯は何度も言いますがもう最高ですもう絶対に後悔はしないですから是非一度ですねハワイのご飯ってあんまり美味しくないんじゃないだろうかっていう評判はあんま気にしないでですねそこでしか味わえない時間そこでしか味わえない雰囲気を楽しみにあのハワイに行ってみてください絶対に後悔しません あーもうまた次ハワイすぐ行きたいとか、あーもうハワイ行かないと死んじゃうみたいなね、またハワイ中毒になると思いますが <laughs>、あのー、後悔しないと思いますので、よかったら足を運んでみてください。はい、ということで、えー、長くなりましたが、今回の動画は以上になります。最後までお聴きくださり、ありがとうございました。